シグナス CRSOA-4 はオービタル、サイエンシズ社が NASA との商業補給サービス契約に基づいて打ち上げた国際宇宙ステーション用無人宇宙補給機である。オービタルサイエンシズ CRS フライト4とも呼ばれる。シグナス宇宙船の4号機で ISS に到達した3番目の機体である。アンタレスロケットが シグナス CRSOV-3 打ち上げ時に故障、失敗したことを受け再設計されることになったため、OA-4 ではアトラス V で打ち上げられることになった。これに伴い、車上がワロップス飛行施設からケープカナベラル空軍基地に移っている。打ち上げは2015年12月3日の予定であったが、悪天候のため3回にわたって順延され、 2015年12月6日21時44分に打ち上げられた。打ち上げ時重量は 7492kg でアトラス V で打ち上げられた。最も重いペイロードになった。2015年12月9日に ISS と会合した。2016年2月19日に ISS から分離され、2月20日16時アトック、ごろに軌道を離脱した。 シグナスを搭載したアトラス V ロケット OA-4 はオビタルサイエンシズ社が NASA と締結した商業補給サービス契約で定められた8回のうち4回目となるフライトでシグナス拡張型の初飛行であった。当初打ち上げ予定日は2015年4月1日であった。アトラス V はコンフィギュレーション401でケープカナベラル空軍基地第41発射施設から打ち上げられた。 オービタルサイエンシズ社の慣例に従い、宇宙機はデケスレイトン2と名付けられた。これは1993年に亡くなったマーキュリー7の一人、ドナルド・スレイトン宇宙飛行士にちなんでおり、2014年10月に打ち上げに失敗したオービマイナス3から引き継いだものである。このミッションは 3500kg 以上の補給物資を輸送できるシグナス拡張型の初飛行であった。 貨物積載量 3349kg 梱包材等を含んだ総重量 3513kgWikimedia c o m m o にはシグナス CRSOA-4 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。